はい、美味しかったですね。それでね、今ね、ちょっとね、時刻の方を見たらね、悲報です。ちょっとね、雪の影響でね、遅れてまして、本来はですね、7時55分出発だったのが、なんと8時半になっちゃいましたね。30分以上遅れてしまいました。これ大変だな。これですね、もともとね、遅い便で、なるべくね、早く行きたかったんですよね。この札幌千歳に着くのが本来であれば8時45分だったんですけど、遅れの影響で予定で9時20分着ですね。いや、参りましたね。今ですね、7時になったんですけどね、さらに悲報です。8時55分、もっと遅くなりましたね。定刻より1時間遅いですよ。マジか。今日はですね、ここからね、どこかへ乗り継ぐってわけではなくってね、千歳で泊まるって、まあいいって言えばいいんですけど、札幌到着が9時45分なんで、千歳だとこのまま書いてある通りにいたとしても、荷物を受け取って電車に乗ってホテルまで歩いてとかになると10時半ぐらいになっちゃいますね。もっと遅くなれば11時とか、それよりも遅くなる可能性もあります、ね、とりあえずね、今7時半になったんですけど、まあ、出発までね、1時間以上あるって、1時間30分近くあるんですけど、荷物だけでもね、預けに行きましょうか。はい、それではね、保安検査場の方へ行きましょう。当然ここはね、優先も何もないですね。というか、そもそも人がいないです。はい、保安検査場を通過いたしました。ここに人がいっぱいいますけど、これはですね、先に出発する JAL のお客さんですね。で、ANA はね、向こうにゲートあったんですけど、さっき見てきたら人が全然いませんでした。まだね、1時間以上前なんで、みんな入ってこないですね。で、中はですね、こんな感じでちょっとしたね、お土産コーナーがありますね。それ以外は特に何もないってですね。今ね、ここね、JAL のゲートなんですけど、全く見たことないんで、なんか新鮮ですよね。空港何回も来てるのに、普段ね、ANA と JAL ってしっかりタイミングとかも分かれてるんで、あんま見たことないんで、なんか不思議な感じですね。で、ここにね、順番の案内って書いてあるんですけど、こういう風になってるってことは区別とかないんですかね。優先かそうじゃないかって、その2つしかないですかね。これはこの空港だからなんですかね。それとも JAL はこういう感じなんですかね。全然分からんと。それじゃあね、この空港はね、ラウンジとも何もないんで、このまま1時間待ってみましょう。今はですね、エアラインラウンジかカードラウンジで、絶対ね、どちらかが使えるような空港ばっかり行ったんで、こういう風にね、普通にベンチで待ってるところが全然なかったんで、いやー、なんか不思議な感じですね。なんかね、こうしてベンチで待ってると飛行機に乗るって感じがしないですよね。駅でね、電車を待ってるとかね、そんな時の感じに似てますね。1時間押してね、ようやく搭乗が開始になりそうです。はい、それではね、始まりましたんで行きましょう。はい、ありがとうございます。それじゃあね、飛行機乗らなきゃいけないですね。今日はね、一回ね、外出なきゃいけないですね。はい、ありがとうございます。おー、寒い。で、今日ね、なんで外出るかっていうとね、見えますか、これですよ、これ。この動画始まっているのね、プロペラ機ですよ。いやー、めちゃくちゃ寒い。そして、ね、おー、すごい、超ちっちゃいっす。どうだっけ、こんな感じで、ボーディングブリッジじゃなくて、ね、階段で登れるんです。階段で、こちらです。一番後ろです。はい、機内の方に入りました。今日の機種はですね、こちらです。ボンバルディアの DHC8-9400 というこういう機種になっております。こちらですね、こう見ての通りプロペラ機ですね。こちらやっぱりね、中ね、すごいね、狭いですね。それでなんですけど、1時間ほど受けたせいかね、こんなものもらいましたね。1000円
これなんですけどね、先ほどね聞いたらね、遅れたらね食事代として使ってくださいってね、お金を渡されましたね。最初に行った時はなんか金券かなんかくれるかなと思ったんですけど、よくよく見たらね、本当にね普通にね1000円札でした。びっくりですね。やった。最初ね乗ったんですけどね、結構狭いですね。で横はねこんな感じで、リクライニングするとこんな感じで気持ちいいぐらいしか倒れないですね。これですね、足元がねこんな風になってね、前後の間隔はこれぐらいでいいんですけどね、ここがねなんかこんなね出っ張りがありまして、これ私まっすぐ座ろうとこんな風になっちゃうんですよね。なのでちょっとね斜めになって座る感じですね。多分隣の方は来ないと思うんですけど、これ隣の方いたらね厳しいですよね。ここまでが一応ね一人分の区画になりますので、ちょっとね斜めに座らなきゃいけないっていう。この機種に乗るんだったらね、窓側よりもね通路側にね座った方がねいいと思いますね。これはこれねすごいですよね。椅子はねこんなねペラペラでね、隙間もねがっつり開いてて前の方まで見えちゃいますね。してるんですけどね、音がねめちゃくちゃ大きいですね。なんだこれはっていうか、爆音です。駐機場一番現在は21時40分。
10分後いつも同じ予定です。で、空港周辺の最新の天気は晴れ、気温現在氷点下14度と報じられております。すごいですね、今回ね、超短時間便でもね、ちゃんとね、ドリンクが出ましたね。今回はね、緑茶をいただきました。ではいただきます。で飲み込んだ何も出ないかなと思ってただけで、ね、ちょっとこれでびっくりしましたね。で降りていきましょう。おはようございます。お、これはね、ちゃんとねボーディングブリッジがついてます。すごい、あ、こういう風に降りられるんだ、なんかね、このタイプは全部ね地べたに降りていかなきゃいけないかと思ったので、あ、ボーディングブリッジもつけられるんですね。初めて知りました。今ね、ちょうどね、多分これ同じやつかなと思ってます、ね、で、ライトついたんで、これね、多分出てくところかな。いや、でもまだエンジンかかってないんで時間はかかりますからね、出てくまでに。いや、僕ね、プロペラ機って相当昔にね、高校生ぐらいの時とかに乗ったことあるんですけど、ね、それっきりね、乗ったことないんで、いや、久しぶりに乗りましたね。で、乗り心地なんですけど、揺れとかはね、普通のジェット機とあんまり変わった感じがしなかったんですけど、とにかくね、音がね、うるさかったですね。いや、音がうるさいんで、もしね、長時間とか乗ることがあればね、これはね、ちょっときついかもしれないですね。先ほどもらいましたね、A380 の風船膨らましてみました。こんなんです。なるほど。こういうデザインなんですね。全体で見るとね、初めて見ましたね。これ写真とか見たことあるんですけど、カラーリングがね、どういう風になってるかってね、今回これで初めて分かりましたね。はい、新千歳空港へ着きました。それじゃあね、こっからホテルに行くんですけど、ホテルでは千歳の駅のところにあるんで、電車に乗っていきます。今ですね、9時50分なんですけど、やっぱりね、出発が1時間遅れたんで、きっちりね、到着も1時間遅れましたね。やっぱり短距離っていうことで、遅れはね、取り戻せないですよね。長距離戦になるとね、多少の遅れとかは取り戻したりもできると思うんですけど、距離が短すぎてね、遅れを取り戻すとか、急ぐとかしてもね、早くなりそうがないですからね。ああ、だいぶ時間かかったな。今10時だから、ホテルまで電車に乗って、それから行くと、早くても10時半ぐらいにはなりますね。電車の時間が、お、ちょうど5分があるじゃないですか。今、9時59分なんで、5分、あれ乗れるかな？多分行けるな。それじゃあね、乗っていきましょう。
いやー、よかった。これね、乗り遅れちゃう次15分後とかになりますんでね、よかったですね。ちょうど乗れてよかったですね。快速エアポートが1時間に、ね、4本、15分に1本ずつなんで、ギリギリ、ね、乗り遅れちゃうとここで、ね、また15分遅くなっちゃいますんで、よかったです。ご乗車ありがとうございます。千歳線、函館線に直通、快速エアポート号、札幌経由、小樽行きです。次は、未来の千歳線となります。千歳線、真っ赤方面、乗り換えです。次は首都線に止まります。ご札幌ビール庭園でお店のお客様は乗り換えです。The next stop is 首都線。はい、千歳着きました。うわ、雪多いな。これね、あの北海道来たことない人には分かんないかもしれないですけどね、この辺でこれだけ雪あるって多分ね、結構あると思います。いつもね、この千歳から札幌のあたりって、ね、線路とか雪あんまりないんですけどね、今日はね、がっつりね、線路の高さよりも高いぐらい雪が積もってますね。うわ、寒い。なんやこれ。さて、ここからホテル前しばらく歩いていかないといけないんですけど、めっちゃくちゃ寒いっす。マジか。タクシー乗りたくないとか。でもそんなに遠くないんですよね。乗車拒否されてしまうぐらい近いんで、歩いていきましょう。ここね、寒いからね、何度かと思ったらね、見えますか、あそこマイナス13度ですよ。さっきのね、目盤別よりもね、さらにね、寒くなりましたね。いや、マジっす。うわ、すごい。ホテルに向かってね、歩いてるんですけどね、寒いっすよ。あの手がね、手袋とか持ってないんでね、めちゃくちゃね、あの冷たいっていうか、冷たいを通り越してね、痛くなってきますね。やばいこれ。今ですね、そこにね、ラーメン屋があってね、思わずね、インしてしまうかと思いましたよ。いや、それぐらいね、寒いっす。今ね、ホテルの近くまで来たんですけどね、ちょうどね、コンビニあったんでね、思わずね、メーラン買ってしまいましたね。これはでもダメっすわ。寒すぎてね、やってられん。いや、本当はね、北海道来たらね、瀬古間ヶ谷行きたかったんですね。けどね、ないみたいなんで、まあね、セブンイレブンですけど、いいでしょう。いや、寒いな。で、この辺にホテルがあるはずなんですけど、見つからないな、どこだ。ホテルがこの辺にあるはずなんですけど、あ、あったあった、これだ。今日のホテルはね、ここに泊まります。はい、ホテルのね、お部屋の方に入りました。ホテルはね、こんな感じで、まあ普通のビジネスホテルですね。で、時間ももう今10時40分くらいになって遅いですので、今日はね、もう早くお風呂に入って寝ようと思います。お疲れ様でした。